はい、じゃあ行きましょう。スナックワールド、ジャラスだよ。死神がいる。もう出てる。来た。ゴールド来たね。レベル30来ましたね。こっちはチャップか。神殿だ。行こう。どうしようかな。はい、こちらが今回のバトルです。さあ、それではお客様の準備に移りましょう。タフなメンバーです。キャラを選んで通してくださいね。ラックも通ってきますよ。登場どうなの？準備できましたね。では今回の対戦相手をお呼びします。超楽しみってやつかな。おーい！変わってない。ジャンプするとこも変わってない。エンゼルハートランスを使ったのに速さはどっちかね。1ターン目ですよ。さあ、最後の順番を決めますよ。後攻ですね。相手が先に攻撃です。どこがアクションを決めましょう。レバーで選択して赤ボタンで攻撃して守りに決まりましたよ。レバーで選択して、こいつが硬い。守りに決まりましたよ。レバーです。これで赤ボタンに設定してください。ジャップのステータス作家攻撃に決まりましたよ。次は相手のアクションが決まりました。必殺技みたいな。ドキドキしますけどね。お、視界攻撃できていいの？血気盛ん。おおおお、メドローラのパンツみたいなスキルに出てくる。よっしゃいか。俺こいつらに火傷させられるんだ。やべえ、やっぱフレンドとの戦いはね、防御が楽だ。こいつで外した。パンツ持たせてねえんだ。倒しちゃったか。倒さなきゃよかったな。一冊見たかったけど、まあそれ過ぎてもいいか。
ゲットできるかな。やりましたね。シャークラスのスキルが一番好きだけどね。2ターン目絶対先行だから、3ターン目絶対先行のスキル欲しいな。ズビにすげえ褒められてる。さあ、お願いしたい、ね、本当に。3人しかも、でもなんかオーラが弱い気がする。一発じゃ無理か。何フレンドカットインは一応今んとこ一回も来てないけど、まあ、あれ終わっちゃったかな。私ならやりますね。連コインしないます。いやでもパワーやり直しだったら死んじゃうけどね。パワーどうなんだろうな。2人だ。絶望。そう簡単にはゲットできないと思うね。どっちがいいんだろうね。こいつの時も本当どうなんだろうな。レジェンドよりはゼット36だからね。36って一番強いの。死神と同じぐらい難しい排出率になるのか。どうなんだろうな。もうない、ないない、ない。インフォメーションまた見たいな。今後のボスどうなんだろうな。これやっぱり少年がゲットしてくれた方がいいよな。ちょっとインフォメーション見たいな。ゴールドゴールド宝くじをご利用のお客様、赤いボタンを押してお呼びください。経験値3倍、俺が36。36ってすごいよね。私、最新情報大公開。これ今後のボスとかアニメの通りか。オルボンさんたち、なんで火事場のなんとかバトルないとずっと発動なんとかって読めなかったんだ。いやー付近のコメントとかは変わってないんだよね。はい、じゃあこの辺のやつもちょっと変わったか。ダイヤント宝くじをご利用のお客様、赤いボタンを押してお呼びください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画ではお会いしましょう。さよなら。